命短し恋せよ乙女どうよなかったわよの歌なかったっすねこの,の歌 <laughs> 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 えー今日は、えー、生きるリビングイギリス版ねイギリス版ですよ和尾石黒ですよ、はい、ねえ和尾石黒よもうめちゃくちゃ文学チックで素晴らしかったわねね そう私「うん、あの生きる」はミュージカル版しか知らなかったんですけれど、うん、あのビル内加賀さん近いて <laughs> <laughs> そう,そう私もねあのミュージカル見てないんだけど、うん、加賀さんのビジュアル知ってるじゃない、うん、それであのこの「ビル内」のポスターが映画館行くとバーって貼ってあるじゃない。うん それれ見て、えこれ加賀さんって思ったもん。っ思思たたいましたよね。うん、でもあれ顔が似てるっていうよりあの裏ぶれ感とかなんか死んじゃいそうな感じが、うん、こう、なんかこうなんかねちょっと近いっていうか <laughs>、うん、多分役者としてのねあ,あれが、うん。体格とかも近いじゃないですかちょ,ちょっとがっしりしてるけど細身で、ね、は背,、うん、背が高いっていう。 そうなんだよね。<ー>で、なんとなくこう転んじゃいそうな心もとなさがある感じとか、ね。そう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 。<laughs> こう、裏ぶれても紳士だったよね。そう、紳士でしたね。その辺、やっぱりこうイギリスの紳士な感じなんじゃないの。うんそう。で、やっぱり私ミュージカル版を見た後で、うん、その生きるの原作の方、ちょっとウィキって。<laughs> ウィキって調べたんですけど、うん、今回のイギリス版。うん そのの、職員さんにね、あの、うん、若い子があだ名をつけるところとか、うん、女の子が持ってたうさぎのぬいぐるみを手にして、うん、やっぱりちょっとこう、きっかけをもらうっていう感じのところがリスペクトしててすごいと思っ思た、うんうん。なんかあの、話の構成も結構リスペクトしてるらしいね。んか流れとかもね、そのまま結構。うん 綺麗になぞってるって。そう、あの後半でなんていうの、あのこう、こう回想でこう表現されていくとか、うん、そういうのが、今回の映画もそういう感じだったじゃないそう。うん、だからなんかやっぱすごい愛情感じたなーっていうのが。そう、あのー、和尾石黒の黒澤明のリスペクトをすごい感じる映画だったよね。 でもね、歌はね、ゴンドラの歌じゃなかった。あれがね、<laughs> そう、なんか、あの、前半の方で、でも。うん、あの、私はスコットランドの血が流れているって言って、うん、スコットランド民謡を歌うじゃないですか。うん、で、それを最初に、なんか、その、あの、のみに連れて行ってくれた。人。うん、まあ、原作では小説家さんなんだけど、うん、今回は、なんか、その、街のレストランで出会った。うん、<laughs> あの、脚本家だったよね。 そうそうそう舞台の脚本家に連れられて遊びに行った先で、うん、あのちょっと飲みながらちょっといい気分になって昔は懐か歌ってたし、ねうん、歌うっていうのがあったので、うん、私後半それ来た時はだからあの逆に前半にも歌ってるから最後のそのシーンの歌にインパクトが。 少ないっていうのはあるんだけど、うん、その分あそこでその人生を総括する感じが余計出たっていうね、うん、そうちゃんと伏線張られてたし、うん、で、うん、その一番最初のバーでなんかそのピアニストに「この曲できるか民謡だね」うん、みたいな感じの話をして歌った時のビル内のすごいなんか顔がさ。 うん、もう本当にあの昔を思い出してで悲しくなる。なんか心がスコットランド行ってるね。そうそうそう。腕のスタルジックになっちゃって <laughs>、うん、これ以上はもう歌。 よかったのでね、うん、あの多分当時の日本人だとゴンドラの歌を聴いたらみんなが分かる歌だったんだと思うんだけど、うん、だから多分最後に歌うだけでいろんなものが浮かぶんだと思うのよ。うん、でも今回私たち知らなないいじゃないこのスコットランドの民謡とか、うん、でもその最初に一回出てることですごくそういうちゃんと映画として成り立つ感じに入ってたなと思って、うん、そ,そこすごい良かったよね。 でなんかそのピアニストの伴奏がね、うん、いかにもあちょっと知ってるけどこんな感じかなみたいな感じで左手でコードだけ<ー>右手でメロディーを流してっていうそのすっごいシンプルな伴奏がめちゃめちゃ合ってたの、うん、あ歌と合ってたよねそうビルナイも思い出しながら昔を馳せながら歌うじゃないですか、うんうん、でそれに沿うようにこう、うん となんかまあ、うん、<laughs> ピアニストの人としては「スコットランドの民謡なんか死んねよ!」って感じだったと思って <laughs> <laughs> あでもほら民謡だからやっぱりある程度こうなんかコードの展開とか、うん、そんな難しいのじゃないからついていける感じなんだよね。<laughs> ね、ちょっとこう思い出しながらこうやってる感じのがねなんかすごい、うん、丁寧でよかった、うん、よかったよね、うん、なんか「七かまどの木」っていう民謡で、うん、なんか前半は七かまどっていう植物の美しさをたたえて、うん、後半で幼い日のこう両親の思い出を語る歌らしいんだけど、うん、だからやっぱりこう今回の映画で歌うのにふさわしい歌っていうか、うんじね、人生振り返る歌としてすごくいいなと思って。 うん、よかったー。うん、あでもこれ元々その黒沢明もトルストイトルストイの短編が方案みたいよ。うん、これを方案して、うん,うんなんかそう調べたらそんなの書かれてたから、うん、多分これいろんな世界で共通するようなテーマ性があるのかなと思って。うん、うん、そうなんか告知のシーンとかさ、原作とミュージカル版はなんかはっきり、うん、もう長くはないでしょうとは言わないんすよ。 <laughs> あ,あなたいかいようですただの何でも好きなように暮らしてればそのうちにありますよははーみたいな感じ<笑><笑><笑>で。でもなんかそういう風に「好きなように生きろ」って言われたら余命半年だぞみたいなのを他の、うん、患者さんから聞いてて「いやこれ確定じゃん!」みたいな<笑>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 気づくんですけどビル内ははっきり言われたねあれ,あれは国民性なのかしら日本ってほら昔はやっぱりが、うん癌の告知はしないとかあったじゃない。うーん だかからななのかもしれないよね,ねえ向こうはね、うん、もうやっぱりはっきり言うっていうのがもう普通に、うん、標準的ななのかもしれないなでもなんかねその結構さ日本のリメイクするとさ、うん、設定とかだけなんか割と使って、うん、国民的な感じでこう、うん、リメイクしちゃったりすること多いと思うんだけど 本当日本気質をちゃんとなんかね、うん、そうそうやっぱ島国イギリスだからかしらね <laughs> そっかなんかん島国仲間なんだでもなんかねこれねなんかね何かちょっと読んだんだけどもともとアメリカでトム・ハンクス主演で映画化の企画があったらしいよおー、うん、でもトム・ハンクスはやっぱ似たテーマのほらオッドオッド似たような話じゃない違うけど <laughs> <まあ>ね <laughs> でもやっぱりハリウッドっていうかアメリカで映画にしちゃったやっぱエンタメ色強かったじゃない やっぱこれだからねイギリスの映画で数おいし頃ですごい文芸的な映画になってるじゃないいやトムがやってくれてもいいけど逆に <laughs> 逆にビル内ですごいイギリス感があって、うん、な,なんかさすごい私もイギリスのことはそんな知らないんだけど、うん、なんかやっぱちょっと細かそうなのとかなんかちょっと古風な感じがさ、うん、残ってるっていうのはなんか近いのかなーとも、うん、ちょっと感じたね。ああとあれさ、さ映画がさ 映画の画像がさ、うん、アスペクト比がさ、昔の映画と近い、あれだったじゃない、横長じゃないっていうの、スクリーンが。そうだっけうん、確かそうだったと思う。うん こうん、その辺もリスペクトかなって私思ってなんかさ色味も抑えた感じでさちょっとセピアがかってる白黒映画っぽいのそうそうセピアがかっててだから全体になんか日本の古い映画の色味とかをやっぱりリスペクトしてわざ,わざとそこ意識したのかなって感じもあったよね、うん、て冒頭に出たさ映像がすごい古いさ、うんうん、本当に、うん、あの解像度も荒い感じのだったじゃんあそう昔のなんか記録フィルムみたいな、ね、そうそう記録フィルムみたいな感じで、うん、え、うん、これでこのまま行くのまさかなと思ってちゃんとした撮影に戻ったん んんんだだだけど、違和感なないいよね、うん。そう、なんか暗いままだし、ね、あちょっと良くなったけどそんなあからさまに変わったって感じがしなくて、うん、ちょっとっ人の表情とか最初にからないぐらい暗かったのに、ね、そう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  <laughs> で今回さは、まあまあ、横でめいこちゃんはもうすごいえぐえぐ泣いてたんだけど <laughs> 泣いてたわ。<laughs> 私はあんまりそういう涙は今回は流さなかったんだけど。うん 作作りりとしてはそういういエモーショナルななじゃなかったよね、うん、感情に訴えるって感じじゃなかったそうこの主人公のビルナイの悲しみとかではなく、うん、なんか人生の祝福な感じっていうか彼がいろんなものを若い人たちに残していくじゃない、うん、気持ち的なものを。うんうん だからそういう何ていうのかな祝福の方が悲しみより強い感じが私はして、うん、その辺もなんかすごくこう文芸的な作品だなぁと思ってあと映像の美しさも含めて、うん、静かな映画だったしね。あの、うん、主人公がさ感情をそんんななな言わないんだよね。うん、なんかその,、うん、あの僕は今まであの仕事で生きてきたからどういうこういう時どういう風にして羽目を外せばいいかわかんないみたいなことは言うんだけど、うんうん、なんかその。 よっしゃやるぞーとかさ決心が全くなく、うん、もうほんと無言で部下にこれから外へ出るついていこうみたいな感じで言うだけで言葉で言わないで不言実行っていうかそうもう顔だけで演じてたしそ,<う>あのその辺もう。 行動で全部示してくかっっこいい人だったよも、ねうん、でも視線が違ったのね目があ目,目の目力の強さでしょそう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 本当になんかぼやんとしてた感じのが、うん、キュッてなんかそのスナイパーが標準を仕とめましたみたいな感じになってるんだけど <laughs>、うん、やっぱりはたから見たらそんなに変わったわけではないんだけどっていう、うん、なんか今にも死んじゃいそうなおじいちゃんみたいな感じでね。<laughs> ね <laughs> すごかったわ。ビル内すごかったよね。すごかったよ。いや私たちもさ、ビル内にこうあやかって何か成し遂げましょうよ。え、すごい大きく出たわね。まずはスナックレをきれいにする。あ、お掃除、お掃除、そうですね。お掃除。ブランコ作る。ブランコいいですね。はい、そんなこんなで楽しい映画でした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。